残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん？ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か？カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつだ。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ん？ピコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと？この俺を笑わせやがって、このガキが。お父さんが来るまで僕がやるんだ。ご飯がやんなら俺だって。お前らは皆殺しだ。太陽拳。バカだ。破天荒。チビのくせにすげえことやってくれるじゃねえか。腕がちょいとしびれちまったぞ。お前もサイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。どうした貴様ら。おお。死ぬ。太陽拳。おいおい、まだくたばるなよ。もう少し遊ばせろ。死ね。
よし、着いたぞ。悟空、ハムさん、急ぐぞ、捕まれ。ハム、あの小僧、ほ、本当に海王様の元から帰ってきよった。修行はバッチリだ。頼んだぞ。
渋いだな。頼むぞ。それ地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まってる。あっちだ。でけえ機が2つ、もっとでけえ機が2つ、小さい機が1つ、数が合わねえ。だ、誰か死んじまったのか。近いぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ。てめえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ。
ごときに。もういい、降りてこいナッパー、俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。もう戦えねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何だベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。やつだ、自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい。
わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え、みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時って、ピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけど、みんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃ。なんとしても。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああ、ワン、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りでも行こうな。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。これで一旦休憩します。勝てたんで。それではまたね。